えー、ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ちょっと間が空きまして <laughs> あちこちと仕事で飛び回っておりましたら、ちょっと順番がよくわかんなくなっちゃったんですが、まあ、簡単に言えば、環境問題をこの際も片付けてですね、明るい人生はある頃じゃないかと。まあ、マスコミとか役所がですね、無理やり作る環境問題っていうのは、やめてですね。まあ、小池都知事とか、それから元の環境大臣、 の方とかですね、そういう人がもう無茶苦茶やってますんでね。それやっぱりもうみんな利権のためなんで、まあ、錯覚してる人もいるんですけどね。そんなのに振り回されて我々の人生が暗くなっちゃいけないということで、まあ、その3回目なんですね。まあ、今日はだいたい薬害とか、えー、毒物とかそういったものなんですね。あの、ま、簡単に最初片付けますとね、まずあの、環境ホルモンっていうのはあれ何だったか。まあ、そのもう、ちょっと新しい人は知らないんですよっていうのは、 もともと嘘を言ってますんでね、嘘ってのはだいたい寿命が10年ぐらいなんですよ。ここで、もう10年経ちますとね、もうみんなわかりません。嘘だからね。それは典型的に大イ信ですね。まあダもあれほど大騒ぎした。ところが今の学生は大イ信という言葉を知りません。一応教科書にはまあ嘘が書いてあるわけですね。大イ信のこういうのがあったっつって。それだけども、それはまあその時に、高等学校ぐらいの時に、 その生徒が眠ってたらですね、もうそれでわかんないと。なんでかって言ったら、被害がないからなんですよ。<laughs> 架空のもんだからですね。テレビが報道して初めて毒物になるっていう、そういうやつなんですね。まあ、環境ホルモンっていうのは、えー、例えば、オスがメスになるっていうのが、まあ、一番極端なんですね。で、非常に微量なあ化学物質があ生態に影響するっていう、まあそういう、まあ、指摘なんですけど、 ま、指摘っていうか研究なんかするときですね、最初にそういうのを思って研究をスタートするのはいいんですよ。ただ、あの、研究とかそういうのを知らない人がですね、自分の恐れがそのまま本当のことのように思うと。つまりデータを取らないと。データを取らないで恐れだけをこう拡大させていくってやつがあるんですね。これがそれで、まあ、もともとは50歳ぐらいまで薬剤師をしていた女の人が、突如、世の中には危険なものがあると。 それは人工的に作った化学物質だっていうこういう夢を見たわけですね。まあもちろん人工的に作ったものは注意は必要なんですよ。注意は必要ですけど人工っていうのはそれほど偉くないんですよ。人間っていうのは。だいたい人工物なんてみんなが言ってるやつのほとんどは自然にあるんですよ。なぜかっていうと原料は自然にあるんですよ。それから化学反応は自然の反応を使うんですよ。だから原料が自然にあって 自然の反応を使うのに新しいものができるっていうのはまあ特殊な場合なんですね。まあ、そういうものがないわけじゃないんですけど、人工物、人工物って言いますけど、人工物なんつうのは世の中にほとんどないんです。まあ、あるとしたらプルトニウムとかですね、それからフッ素化合物とか、まあそういうまあわずかにですね、天然ではちょっとできないというものをもう人工的に作ってるものもないじゃないんですけども、普通のですね、化合物とはみんな天然にあるんですね。 ということで、えー、環境ホルモンは、それであの、シーア・コルボンという人がものすごく儲けました。私は彼女のですね、ストームフューチャーって言ったかな失われし、えー、なんか、世界とか未来とかに、ね、日本語で訳されてますが、えー、この本をアメリカのペーパークスで読みましてね、なんという本かと思いましたね。ちょうど有吉沢子さんという小説家がですね、複合汚染っていうのを朝日新聞に書きましてね、非常に大きな社会問題になりましたが、これも読んでみたらデータゼロなんですよ。 全部自分の妄想なんです。まあ、確かに有吉沢子さんという人は文学者ですからね。あ、まあ、文学者だから、まあ、妄想でいいんですけど、それを科学のように取り扱った朝日新聞が悪いのかもしれませんね。誰が悪いかわかりませんが。で、このシーア・コルボンという人は、そのうち爆薬を表します。だんだん有名になってきて、講演費が1回あたり2000万円とかなってですね、なんか日本の朝日ガラスかなんかの財団かなんかが呼んだり、賞を送ったりなんかしてましたね。 だからそのアサリガラスのその財団の先行委員というのは科学を知らなかったってことですね。科学には実証がいるんですよ。納得性が必要なんですね。誰でもが、それはそうだ、そういうふうに実証されているということが必要なんで、それが科学の本質ですからね。で、その後、いろいろ有名になって右翼曲折あったんですが、ある記者会見でですね、えー、なかなか見つからないんですよ。その環境ホルモンというものが。 それで記者がこれだけやっても環境ホルモンっていうのがなかなか見つからないんだがどうなんだと言ったらですね、そのシアコルボーンがですね、いや、測定できないほど微量な物質なんだと言ったわけです。測定できないほど微量な物質が環境ホルモンだ。これを言ったもんですから、その記者会見の中の記者の中で鋭いのがいたわけですね。では、測定できないほど微量な化合物をあなたはどうして分かったんですかとこう聞いたわけですよ。測定できないわけですから。 だから、シーア・ホルモン自身も分かんなかったはずなんですね。そう質問されて、ぐっと詰まってしまって、それでも、その環境ホルモン事件とはその瞬間に消えてしまいました。ダイオキシンもそうですね。ダイオキシンは天然の化合物ですね。まあよく言ったように、焼却炉で焼却すればとか、山火事ではいくらでもできるわけですから、人工物ではないんですね。ところが、ダイオキシンという名前の響きがですね、普通の人にはちょっと毒性があるように見えましたね。 これ、はダイオキシンとは、大っていうのは2つのっていう意味で、オキシンというのは酸素の化合物っていうわけですから、まあ、潜みたいなもんですよ。まあ、潜だったらみんながなんとなくそうかなと思うんですけども、まあ、イオキシンなんて名前が付いてますとね、まあ、確かに塩素がありますので、若干の毒性があると考えることはいいんですけど、考えることはいいですよ。これ、1972年に毒物だと指摘された。